ゴーシャイマルバ、皆さんおはようございます。私はユニバーサルスフィーオーダーのプラットフォームから横ゴハと申します。よろしくお願いします。今日は私たちの話は神様の愛をどうやって心の中を入ります、それの話をします。私はもともと外国人なんですけど、日本語、日本で少しだけ勉強して、この話を日本人たちにも話したかったんです。それでこのビデオを作っています。皆さんぜひ最後までこのビデオを見て確かめてください。よろしくお願いします。まあ皆さんがいろいろ、まあ日本で忙しいから、まあいろいろ仕事とか、まあ忙しいからもう皆さんが神様の話を少ないようします。まあ神社とかお寺とか皆さん行ってお祈りをします。お祈りをして皆さんが、まあこの世界のいつも話を神様とします。まあこの神様と一緒に、まあ、車とか欲しい、お金とか欲しい、それだけみんな話します。まあユニバーシティで一番のなりたいとか、あれ欲しいとかこれ欲しいとか、誰もこのお祈りをしてない。神様、私はあなたの愛が欲しい。その愛をどうやって心の中を入るか、それの話します。例えば携帯やります。みんな携帯の中をSIM ないと携帯と話すことができない。それも神様が心を携帯と同じを作っています。この心の中を神様のライトないと神様と愛がなくなります。神様のライトをどうやって作るか、それを教えます。このライトをどうやって作るか、それを教えます。そのライトを心のドキドキと一緒に神様の名前を呼ったら、この神様のライトができます。それでこのライトをあなたの血管の中に入ります。血管から行ってそのあなたの魂のところ行きます。それをどうなるか、それを毎回毎回あなた神様の名前を心と一緒に呼ったら、それをあなたの中の全部、サタンとか悪いものとか全部出てきます。なんで出てきますか？神様のライトが入っています。そうしたらみんなさ、日本人たちもみんな一緒になります。まあ日本で私いろいろ見たんですけど、まあみんなクリスチャンとかあります、仏教とか神道とか、まあユーダ人たちとか、まあ宗教内とか人もあります。私たちは宗教の話全然はしてません。神様の愛の話、あなたの宗教は私たちは関係ない。ユニバーサルスフィーオーダーは神様の愛をどうやって心の中に入るか、それの話だけをします。それをメインは心です。あなたの心臓です。心臓の中どうやって神様のライトを作る、それが一番大事です。それがないとみんなが、まあいろいろ悪いことをしたりとか、まあいろいろ話するけど、でもこれがきれいになったら悪いもの全部出ていく。それきれいにするために、あの神様の名前を心から言ったら、心からどうやって言ったらか、私のユニバーサルスーフィースピリチュアルマスターの名前はリアーゼ・エマド・ゴールシャイです。そのリアーゼ・エマド・ゴールシャイ、ユニバーサルスピリチュアルマスターが私に教えます。どうやって神様の名前をあなたたちの心の中に入って、それでその名前を中にライトが作って、でそれでそのライトが血管の中に入って、血管からあなたの魂まで行きます。それが一番いいポイントは、あなたたち仕事をしている、
お祈りできない、いろいろことできない、仕事忙しい、でも心は仕事をしてない、あなたの子供ある、でも心の子供ないです。心いつもあなたの神様の名前は心の中にいます。それで心の中のライター作ります。皆さんたち、これもありますね。ヨガしたりとか、まあヨガで、まあ、みんながこれをもう安心になります。でもその時間までに安心になります。そのヨガ終わったらまた同じ、みんなさんが同じになります。でも私が教えている方法は、ずっとあなたたちがずっと安全、ピースになります。みんなさんが一つになります。その一つの なるために、あなたたちが心の中神様の名前を言ったら、この神様のライトを救ったら、あなたたちが中に安心がなります。私の神様、私に教えています。どうやってこの人たちにパーミッションがあります。みんなさんたちをこの心の中に神様の名前のパーミッションをするために、私と一緒にコンタクトします。このスクリーンで下に私の電話番号出ています。私は WhatsApp もあります。 WhatsApp でもあなたたちが私と連絡をできます。それでユニバーサルスーフィーオーダーのウェブサイトがあります。そのウェブサイトもスクリーンの下に今あなたたちを見えています。それを見てから私たちと連絡をして、もう私たちはお金の話もしない、他の話、お金も誰もの話しない。私たちはずっと神様の愛の話しかはしない。神様の愛は一番大事です。もし神様の愛は私の中にあります、あなたの中もあります。神様、神様と一緒に喧嘩をしない。神様、神様と一緒にいつも愛をします。もし私の中にサタンがあります、あなたの中を神様の愛がありますと、私たちいつも喧嘩になります。私は本当に日本語めちゃめちゃ悪いから、みんなもっと話すために、私と直接電話でも話すことができます。私は心の話だけ、今回のエピソードで心の話だけをします。どうやって心の中に神様の愛が入ります、それだけの話をしています。皆さん、ぜひこれ考えてください。皆さんがその日がなくなります。だからその日を考えて、今みんなたちが何してる、まあ、みんながこの世界と後ろ走ってる、お金のために走ってる、子供人たちのために走ってる、車のためにとか、まあ、仕事のためにとか、いろいろやってます。でもみんなさん、神様忘れてます。神様絶対いますね、絶対いるでしょ神様。でもあなたたちが、私もその同じだった。私が忘れてた神様の話、神様の愛が忘れてた。ユニバーサルスーフィーオーダーから私このメッセージをもらった。でそのメッセージを私は今日本人たちのためにも、私が今話しています。どうやって日本人たちもこの私の悪い日本語でこのメッセージを聞いて、私と連絡をして、で私あなたたちにもっともっと教えます、どうやって神様の愛が心の中に入ります。皆さん、この YouTube のプログラムも、もう次のエピソードもありますから、その次のエピソードも毎週毎週この一つエピソードが出ています。その次のエピソードの中に、私その魂と後に他の どのぐらいが、人の中にめっちゃ魂あります、7魂ぐらいあります、そのお話をします。皆さん、ぜひ皆さん楽しみして
私と連絡してください。皆さんありがとうございます。どうもすみません。